生徒は知らない〇〇の秘密というテーマで今日は動画をお送りしていきたいと思うんですけども、私は元教師で静岡県で10年以上ですね中学校の教員をやっておりました。今は元教師系 YouTuber、TikToker としてお仕事をさせていただいております。先生の本音とか学校の裏側を知りたいよという人はぜひチャンネル登録しておいてください。ということで早速本題です。まず一つ目、学校で一番怖い先生って誰ですかっていう質問なんですけど、まあこれ気になりますよね。学校で一番怖い先生は教頭です。なぜかというと、教頭っていうのは学校で一番いろんな先生に目を光らせて、学校でいろんなミスが起こったりとかトラブルが起こったりしないようにする、そういうチェックをしていく役回りなんですね。で、校長って一番偉いんですけど、校長はねあんまり怒らないんですよ。なんでかっていうと、校長はリーダーなので人から好かれてないといけないじゃないですか。そのリーダーが細かいこと、重箱の隅をつくようなことをバリバリやっていたら人から好かれなくなっちゃうんで、それを代わりに教頭がやんないといけないんです。で、さらに言うと、教頭ってこれからできれば校長になりたいわけですよね。教頭ってね、実は学校時代一番大変な仕事なんで、そこで終わりたい人ってあんまりいなくて、できれば教頭から校長になりたいんですよ。校長になるためにはここで失敗ができないわけですよ。だからいろんなところ本当に細かくチェックして、ミスがないように、苦情がないようにっていうところにめちゃくちゃ気をつけてるんですね。なので一番学校で怖い役回りの先生が教頭っていうことですね。はい、次、修学旅行って基本何泊何日ですかっていう質問ですね。これはまあ学校によっても違うんですけども、基本的には大体2泊3日のところが多いです。ただ、私立高校とかでね、海外に行くようなところは、もうちょっと長いところもありますよ、という感じです。はい、次。先生も給食費払ってるんですかっていう質問ですね。これは、払ってます。給料から引かれてます。で、一食大体250円ぐらいだったかな。そんな高くないんですけど、まあ先生もちゃんと払ってます。でも先生ってね、給食指導っていうのも仕事なんですよ。なのに払わないといけないっていうね。メニューとか自分で選べないのに払わないといけないっていう、ちょっとそこは悲しいですが、私は一人暮らしていて、ね、自炊とかあんまりできなかったので、まあ給食はありがたい栄養源ではありました。はい、次。合唱コンクールで勝つ方法ってありますかっていう質問なんですけど、これはね、あるんですね。ただ、今回の動画で言うとちょっとそれ長くなっちゃうんで、これまた次回以降、ちょっといろんなところでね、言っていきたいなと思っております。はい、次。生徒は知らない成績の秘密っていうテーマでね、続いてお話をしていきたいと思います。成績。まあ、これも気になりますよね。まず一つ目。2学期から急に頑張る生徒どう思いますかっていう質問。いただきました。つまり1学期の成績があんまり良くなくて、なんかもっとちゃんと発表しないとダメだよとかね、テスト頑張らないとこのままじゃ高校行けないよ、希望の高校行けないよみたいなことを三者面談とかで言われて、なんか急に2学期からガリガリ勉強頑張り始めた、急に2学期からはい発表し始めた、これ先生から見たら変な風に思ってるんじゃないかっていうことだと思うんですけど、これについては全く問題ない、むしろ嬉しい。2学期からでもいいんですよ。3年になってから急に頑張り始めてもいいし、5月から急に頑張り始めてもいいし、10月から頑張り始めてもいいんですよ。どのタイミングだとしても急に頑張り始めてくれたら先生は嬉しいです。それに対して、あいつ1学期の成績悪かったから急に頑張り始めてる、受けるんですけどみたいなことを言う先生っていうのはいないし、いたとしたらもうそんな人は先生として失格なんで、そんな人のことは考える必要ないです。だから先生のことは気にせずに、2学期からでも10月からでも頑張ってください。はい、次ですね。先生って成績で贔屓することありますかっていう質問ですね。お気に入りの子の成績を上げたりとか、気に入らない子の成績を下げたりとか、そういうことするんですかっていう質問です。これは基本的にはそういうことはしないようにしてます。してますっていうか、まあ一応仕組み上はそういうことができないようになってる。成績って一応教科担任の先生、小学校だったら担任の先生がつけるんだけど、そこで終わりじゃないんですね。その後学年主任もチェックするし、教務主任もチェックするし、教頭も校長もチェックするんですよ。何重にもチェックしたものが皆さんの手元に行くわけですね。だからこの子テストがめちゃくちゃいいのになぜか成績が2だよなんていうことになったら、どこかでストップがかかるんですね。だから基本的にはそういう変な贔屓とかっていうことができにくくはなってます。できにくくはなってるし、そういうことはしちゃいけないことももちろんなってる。ただし多少やろうと思えばできないこともないんで、まあ中には性格が悪いとか性格がねじ曲がってるような先生がやっちゃう可能性はなきにしもあらずかなっていう感じではありますね。はい、基本的にはないと思ってください。はい、次。成績1と5どっちをつけることが多いですかっていう質問ですね。これは5でしょう。
1は、私は基本的にはそんなつけなかった。1つける子はどういう子かっていうと、やっぱ学校来てない。授業に1回も出てない子とかですね。だってそれは評価できないから、家で実は音楽聴いてるんですよって言われても、私には見えないんで評価できないから1です、それは。でもそれが、じゃあ例えばなんか家でね、音楽聴いて感想文出しましたとかって言ったら多少考慮することもあるかもしれないけど、基本的には成績っていうのは授業評価なんで、授業に出てなかったら1になる可能性が高いですね。じゃあ5はどうかっていうと、まあ5だったらクラスに少なくとも1人か2人ぐらいはいるんじゃないですか。だからどう考えてもやっぱり通知表で1か5どっちをつけることが多いかっていうと5です。はい、次、最後です。一番成績が下がる行動って何ですかっていう質問ですね。これね、何だと思います？一番成績が下がる行動っていうのはもう明確です。テストで点が取れない、これです。やっぱりなんだかんだ言っても発表とか授業態度とか提出物とか、まあいろいろあるけども、やっぱテストが一番重要なんですよ。でもそうじゃないと嫌でしょ。テストでさ10点ぐらいしか取れなかったけど発表しまくってカバーして5でしたとかさ、それってちょっと逆に不公平じゃん、テスト頑張った子からしたら。だからやっぱり一番成績に影響するテストなんですよ。なので一番成績が下がる行動って何かって言われるとテスト。まあちょっと番外編としては学校に来ないっていうのはありますよ。学校に来なかったらね、さっきも言ったんですけど、結局成績って授業評価なんで、授業の中で見れなかったらやっぱりそこは下がっちゃいます。あと体育だったら見学するとかね、そういうのも下がりますよ当然。まあそこは番外編だけども、基本的にはテスト。あとはその次っていうと授業妨害というか授業態度がめちゃくちゃ悪いとかね、先生が何か言った時にバカにしたりとかさ、そういうのってその人だけじゃなくて周りの人にも迷惑かけるでしょ。それはやっぱり明らかに関心欲態度が悪いっていう風に評価されてしまいますよね。先生の印象も悪いし、だからその次はそこかな、一番影響しそうなの。まああとはね、プリントとかテストとかももちろん含まれるんだけども、まあ一番影響するのはその辺かなっていうところですかね。はい、ということで今日は生徒は知らない〇〇の秘密シリーズでお送りしました。他にね、これってどうなんですか、あれってどうなんですか、質問あったらぜひコメント欄に書いておいてください。それからまだチャンネル登録してない人はぜひ登録しておいてくださいね。それでは